Today's creative world is music.そんな児玉さんなんですけども、児玉さんにとってのクリエイティブとは、ぜひお聞かせいただけますか。はい、じゃんじゃじゃん。未来との融合ですね。未来との融合ですね。はい、この意味は。そうですね。はい、それ多分ね、私が。それにもおっしゃられたその音楽の世界で、はい、まあ5年10年先の自分を見て、今。何をしていくかっていうところだと思うんですけども、児玉さんにとって例えばそのそういった感覚っていうのはどこから来たりするんですかね。そうですね、でもやっぱりたくさんのアーティストを長年見てきているっていうのもあるかもしれないですね。こうだとこうなるよっていうのがなんとなくやっぱり分かるじゃないですか。成功するタイプと終わってしまうタイプみたいなそれってなんとなくやっぱ分かるんですよね。もうなるほど、なのでその成功するタイプの人たちに共通している感覚っていうのかな、そういうものを自分が関わる人たちに持ってもらいたいっていう思いでいつもだから、まあ、ここにいるスタッフもそうですし、出会うアーティストもそうですし、やっぱりそうすると、まあ、経験プラスたくさんのアーティストさんを見てきて、そういう過程を見てるから今の、そうですね、なるほどなるほど。ぜひちょっと皆さんにね、たくさんスタッフの方いらっしゃるんですけども、なっていただければと。本当だから私は全員が本当にナンバー1のエンジニアになってほしいって、本当そう思ってますし、まあみんな本当にそういう人たちが揃ってると思うので、皆さんね本当フレンドリーで目が輝いていらっしゃって、眩しいぐらいですもんね。言い過ぎましたかね。いやいやいや、照明のことかなと。ちょっと笑っちゃった。いや本当みんなの未来がそうですね、楽しみですね。輝いていると思います。もう本当にぜひ日本から世界に活躍していってもらえたと思います。今日は世界で活躍する音楽のプロデューサー児玉陽子さんでした。どうもありがとうございました。それでですね、この後このスタジオせっかくなので。ご紹介していただいてよろしいですか。じゃあよろしくお願いします。それでは児玉さん、スタジオを案内していただけるということで、まずスタッフの、ご紹介お願いできますか。はい。じゃあまずはマネージャーの小島さんお願いします。はい。どうもどうぞこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのマネージャーの小島さんはちょうどその最初の2年間をアメリカでエンジニアのお勉強されたので。ちょっとご縁がありますね。はい、ご紹介の方お願いします。はい、マネージャーさせていただいております。小島です。よろしくお願いします。はい、なんか将来の夢とかもし語っていただけたら。そうですね。若いスタッフも多いですし、皆さんに世界に羽ばたいていただくというか、世界に名を轟かせていただきたいっていうのはありますし、スタジオ自体も世界に誇れるスタジオになったらいいなと思っております。はい、応援してます。頑張ってください。はい。じゃあ次のスタッフさんは。はい。じゃあ今日カメラマンと音声をやってくれたサニーを紹介します。はい、お願いします。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。お願いします。向こうから宮田君、西本君、青木さんです。はい。よろしくお願いします。みんなちゃんとしたレコーディングエンジニアなんですけど。今日は全部撮影をこのメンバーでやってもらってます。あ、なるほど。はい。なんか一言ずつ名前と将来の夢みたいな。よろしいでしょうか。じゃあはい、お願いします。はい。宮田幸喜と言います。よろしくお願いします。夢。ちょっとパッと出てこないですけど。グラミー賞ですか。グラミー賞、何か大きいことができればと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ次も。はい。西本久也です。そうですね。じゃあグラミー賞というか何年かかるかわかりません。はい。頑張ります。5年以内で。はい。青木ひかるです。日本初、世界初の女性エンジニアとしてグラミー賞が取れる唯一のエンジニアになれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしい、聞きました。これぐらいもうないとね。3人は出ますからね。楽しみでしょうがない。期待してますので、お三方も後ほどいろいろとお願いします。お願いします。はい、じゃあ続いてスタジオの女をご紹介します。お願いします。お願いします。どうもこんにちは。こんにちは。スタジオのオーナーの藤塚智義と申します。皆さんご愛顧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。私一回ロサンゼルスでお会いさせてもらって、はい、なんか素晴らしい企画を毎年パンデミックになる前にやられてたということで、なんかエンジニアをハリウッドに連れてって現場を経験させたいという、どういう思いからそれは始められたんですか？これはですね、はい、こちらに児玉氏の発案なので、どうぞ。そうですね、やっぱりみんながグラミー賞を目指してるって言ってますけれども、やっぱり現場を知った方がいいと思って、で、まあ、世界の同業者がどんなふうに仕事をしているのかと見ることによって自信を持てると思うので、なので、まあ、コロナ禍のね前は本当は毎年ロサンゼルスでスタジオ体験というかエンジニア研修をしてました。そこでまあね、アルシュミットさんに2年間続けて講師もしていただいておりまして、すごくいい思い出になってます。またこの状況が飽きたらぜひロサンゼルスでお会いできるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。小島さん、はい、ちょっとマイクのご紹介お願いします。はい、はい、マイクなんですけども、一部のマイクですね。たくさん種類はあるんですけども、一部のマイクを用意してあります。で、マイクに関しては本当にキャラクターが全て違いますので、用途に合わせて、チョイスしたりとかということもしております。もう古くはね、50年代、60年代という古いものもありますし、ものによって人の声、音の質感だったりとか、取る楽器だったりとか、そういったものによって選んでチョイスする形になります。はい、じゃあ次のスタジオに行ってきます。ヨーコさん、こちらメインスタジオですかね。いくつかある。はい。ちなみにスタジオいくつ？3つあるんですけど。3つあるんですね。はい。ここがまあ一番大きなメインスタジオで、今日撮影していただいたんですよね。今日も音声もここで撮っておりました。はい。今日こちらで撮らせていただきました。はい。すごいですね。大きいですね。そうですね。良い音で撮れていると思います。さっきの収録もここで撮ってますので、楽しみにしてます。普段もほとんど使うことが多かったりしていて、はい、まあこのタクは本当欠かせない存在でありますね。はい。ここまで多いと大変じゃないですかってシンプルに素人は思ってしまうんですけども。でも1個のこの線ですかね、ラインが全部同じで入ってるので、はい、まあ本当1個これの流れとかルーティンを覚えてしまえば他も全然触れるので難しいことはなく、はい、すごくやってみてください。いやー、エンジニア役とか来たら、そうですね、確かに。いやー、これなんかサイズとか色違うじゃないですか。このサイズの違いっていうのはどういうことなんでしょうか？やっぱりスタジオに対しての限界のなんていうの、幅とかスタジオの予算的なところで入れられるモジュールの数とかがやっぱり違うみたいで、やっぱ小さいスタジオですとここまでなくて、本当に16ちゃん24ちゃんというこれぐらいの幅までだったり、本当にハリウッドとか映画音楽を撮るようなスタジオですと、もうこれの2倍ぐらいのトラックが落とせるようなコンソールが入っていたりっていう形で、まあ本当そういう箱の大きさだとか何を撮るかの用途でやっぱ大きさが変わってきたりっていうのがあるみたいですね。これはもうこれもヴィンテージなので、もう今は買えないものなんですね。なのでこの機械で撮りたいっていうお客さんがいらっしゃる。あ、そうなんですね。はい、もう昔のヴィンテージしか出ない音がありますね。これでしか作れない音が。もうだいぶ日本でもね減ってきてますね。はい。ここのスタジオだけです。大変状態がいいです。そう、メンテナンスしてます。本当に。児玉さん、こちらは、どういったところでしょうか。マイクの音を出力するための機械なんですけども、はい。もうこれをね、ちょっと紹介してもらえればと思います。西本君、よろしくお願いします。そうですね。まあコンプレッサーっていう音の大小をちょっと調整したりですとか、まあ、あとはイコライザー、単純に音質をちょっといじるものとか、まあ、あとはヘッドアンプですね、マイクプリアンプってあってマイクの音量を上げるものとか、まあ、いろいろ種類あるんですけども、そうですね、まあ、特にというと、まあ、この2台はちょっとまあ真空管式のコンプレッサーっていうものなんですけど、まあ、日本ではこう2台あるのはここぐらいなんじゃないかなというぐらい、まあ、ちょっと貴重で、まあ、人気もある、機材ですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。すごいですね、ここもまたここでしかないものばかりで、まあ、そうですね、うん、もう日本では本当にこれだけの数を持ってるのはここぐらいじゃないかなと、はい、素晴らしいです。皆さんここしかありません。児玉さん、こちらのピアノ相当貴重ということではい、はい、そうですね、このもうスタジオができた時からもう1976年製のスタインウェイで、しかもニューヨークスタインウェイって日本では非常に珍しいんですけれども、それが入っておりまして、これはそのドライブ・マイ・カーで使われております。これですか。ちょっと聞いていただきましょう。いいですか。今日音声担当した青木がちょっと弾きます。お願いします。ありがとうございます。でも音色いいですね。そういう音がすごいですね。いや、素晴らしい。どうありがとうございました。Next, more exciting materials to show you all. Hello, this is Heisenberg. Hey there, it's G. Ferber, and we are Luminous News on YouTube. Yes, and we're here to review all three Godzilla Museum statues from Mondo. And here's Attack Peter. Yes, and Attack Peter is an artist that makes Godzilla posters in this style. And they made a figure, a 3D figure of it, and it looks so cool in this figure form. Yeah, very impressed with this, and it's sold out, very popular. They made about 2,000 of these. Ooh, very cool. Yeah, but a very distinctive style, as you can see. Yep, yeah. It says Attack Peter on it. Yep. And yeah, it's sold for about $120. It's about 7.5 inches tall, and it comes with a little base. So with the base, it's about 8 1/4 inches tall. Mm. Yep. So yeah, very different and very unique on your shelf and collection. So it'll definitely be a one-of-a-kind figure. Yeah, and they also did the animated series from the 1970s, the Hanna Barbera cartoon of Godzilla. Mm. Very cool. And yes, this is the first time ever that any company that made a, I think, a full-size figure of that animated Godzilla. So very unique to the collection as well. And this is a very bright green, and I think the sculpt itself looks perfect from the show to figure form. And I personally think I like this green, but some folks might say it's a little too bright compared to the show. I think the show may have been a little darker. But to me, I think it just stands out on the shelf. So very nice, bright colors. Oh yeah, so then they also made the traditional Gojira from 1954, as we're about to see. Okay. And the Gojira from 1954 comes with a little plane. Mm. Let's see, is he coming up? There he is, and there's his plane. Yeah, there he is. And black and white, just like the movie. So there have been a lot of companies making a Gojira 1954 figures, and this one is done very well for its size. So this is again like a 7-inch figure, so it's different than your typical X Plus that's 25 centimeters or 30 centimeters tall, and but bigger than your 6-inch Bandai or NECA figure. So definitely you know, good option to have. Yeah, another option for the Godzilla. And again, Mondo, they're again, this line of figures is they're calling their Godzilla Museum line. These are the first three, mm-hmm. and they are planning to make more, which have not been revealed yet. But certainly looking forward to it, especially the ones based on artists, mm-hmm. the ones based on artists, and the ones based on from like other animated, Godzilla shows. Yeah, and here they all are together. All but yeah, I think it's the Attack Peter one that really stands out among these three. Definitely, yep, cool figure. And we'll be back next week with more Godzilla toys. Yes, this is Heisenberg and G. Ferber, and we are Luminous News on YouTube.